恋する神々の物語を上演しました。今回は、芸術監督、そして演出、振り付け、そしてイザナキ役という、大変大きな役割を務めさせていただくことになりました。今西島さんの小声で立った方がいいかな、もちろんですって言って、なんとスクリーンを遮ってしまったという、そんな妻であります。本当に申し訳ございません。私は本当にこの度私を参加させていただくなんてもう夢にも思っていなくて、それは妻として2013年から宮崎の方に、行かせていただいて、各ジャンルの第一人者の方たちの舞台を見ていて、本当に見る側の方が見る側で私は非常に、楽しんでおりました。なので今回本当に恐れ多くって、今もこうやって並ばせていただいていることにちょっと家のダイニングを感じますし、横に夫がいますので、ですが目の前には素晴らしいたくさんの方がいらっしゃって、私事の事態を初めて把握しだしている事態でございます。私は、夫より7歳8歳確か上なんです。ですが家でも演出されておりますので、そして結婚して9年ぐらいになりますけども、共同作業もあれから9年経ちました。いろんなものを作ってまいりました。ケーキ入刀から、こんな古事記の共演までさせていただいて、とにかく私は一番最初に出会ったのは夫になる西島和弘ではなく、芸術家としての西島和弘でした。なので、その部分が一番私の中での、彼との接点であり、私がハッとした入り口だったので、私は今回は何ですかね、ジャンルを超えてというお話はさせていただきましたけども、私異ジャンル、特に男だったので、どういうコラボになるんだろうという、そこの男の部分っていうのは使えるのだろうかとかいう入り口がありますけども、ただ私は一つだけ、皆様には実力は本当に劣るものだと思います。ですが一つ強みがあるならば、俯瞰で何回も3回4回の舞台を見させていただいたという、見たということですね。その感覚というのは非常に強みかなと思っております。一つそこで演出をもらっている気はしております。はい、ここから厳しく、はい、教えを請うことになると思います。家ではどうか分かりませんが、頑張りたいと思います。お願いします。神の愛の物語制作発表会見はこれをもちまして終了させていただきます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。